ナリーグドジャース7にパドレス、2024年9月26日ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平投手、30、が26日、日本時間27日、本拠でのパドレス戦に、1番 DH で先発出場。勝てば3年連続の地区優勝が決まる首位攻防3連戦最終戦で、7回に決勝の敵地打を放つなど、3安打1打点の活躍。 猛追する2位パドレスをかわしてチームはレギュラーシーズンのホーム最終戦で3年連続でなリーグ西地区優勝を決め、大谷にとっては悲願の初優勝となった。動画、優勝を手繰り寄せる一打、大谷翔平勝ち越しの右前打を放ちおたけびを上げる。9回をコペックが締めて勝利が決定すると、大谷はガッツポーズでベンチを飛び出してナインと歓喜の抱擁。満面の笑みがこぼれた。 その後は地区優勝を祝う記念 T シャツと帽子に着替えた。試合後、中継局のインタビューに応じたデイブ・ロバーツ監督は、本当に嬉しい。選手を誇りに思う。この先は長い道のりだが、今日はお祝いだ、と嬉しそうに話した。記念撮影が終わると、ナインはクラブハウスに移動。歓喜のシャンパンファイトが始まった。大谷は目を保護するゴーグルを手にしていたが、 同僚から捨てるように言われたのか、ゴーグルを投げ捨てた。ロバーツ監督の掛け声で縁がスタート、指揮官がシャンパンの線を抜くと、背後にいた大谷も一瞬で泡まみれとなった。同僚から集中攻撃を受ける場面もあったが、大谷は満面の笑顔を浮かべた。試合後には大谷がグラウンドに愛犬デコピンを連れて登場。マミコ夫人とサンショットで記念撮影する場面もあった。 大リーグ公式サイトは、マミコ夫人が自らの携帯電話で大谷とデコピンのサンショットを自撮りする動画を公式 X で投稿。写真を撮る際はなかなかデコピンがカメラに目線を向けず、2人で見つめ合って笑う微笑ましい光景もあった。このセルフィーが投稿されるまで、追って通知があるまで辛抱強く待ちます、とつづった。またも大谷が吠えた。回にスミスが同点ツーランを放ち、 先発マスグローブを KO なおも1・1・2塁で大谷に打席が回るとサワン・スコットに対し1ボールからの2球目のスライダーを右前に運び価値ある勝ち越し打を放った1塁へ走りながら雄たけびを上げた大谷は最近7戦で得点圏11打数10安打で打率点9094本塁打15打点と驚異の勝負強さを発揮した さらにベッツが2点的自打を放ち、この回一挙5得点で突き放した。パフェスにツーランが飛び出し、7-2とさらにリードを広げた9回の第5打席は松井祐希との対戦。ここは外角スライダーをバットの先で拾い、左翼の前にポトリ。この間に大谷は2塁に進み、大リーグ史上19人目の400優とした。